カザトです。はい、ムーンです。なんで半笑いで始まったのよいや、本日2本撮りでございまして、変わらない画角のままお送りさせていただいてますけれども、そうですね、はい、名探偵コナン、はい、第14巻、レビュー会、レビュー会ですね。14巻ですね。はい、まあ14巻は結構ね、内容濃いですよ。うん、はい、ファイル1、写真があった、写真があった、手品の、はい、あー、これですね、話としては、はい、2つつながるというか、うん、まあ最初に久々の登場になるんですかね、ゆきこさん、工藤新一のお母さんですよね。電話かかってくる、はい、優作が浮気じゃないや、シャツにキスマークつけて帰ってきたみたいな、うん、私も浮気してやるわーみたいな、なんかそのね、あの夫婦喧嘩というか、喧嘩の内容を息子に電話してくるっていう、はい、ちょっとおかしなお母さんなんですけども、うん、まあなんかそんなところから始まり、はい、でゆきこさん出てくるのかなと思ったら、この事件にはぶっちゃけ関与してなくて、うん、マジシャン、その後ね、森探偵事務所に帰ると、はい、まあ依頼人が来てる、はい、うん、だから木崎恵里さんから電話があって、うん、紹介してやるわよなんて、ああ、そうっていう話から、小五郎にね、はい、今回マジシャンの、はい、なんて言ったらいい、養成所っていうんですか、まあ弟子入りしている、ああ、まあそういう形ですかね、方たち、双子山部屋的なこと、そうですなのかな、あのつくも元康っていうキャラクターが出てきて、はい、まあ偉大なマジシャンだと。はい、でそこに、まあ、弟子した、3人のお弟子さんがいて、はい、ご主人が亡くなられてたと、奥さんがいらっしゃってご主人が亡くなられてた、はいはいはい、警察の方では自殺だという話はなってるものの、まあ、ちょっとおかしいんじゃないかと、で依頼してくると、そう、娘さんの誕生日もあるのに亡くなってるなんてっていう、うん、警察の処理としては自殺で肩はついてるものの、ちょっと一度もう一度調べてほしいと、うん、物語の途中でね、その娘、はい、もう、さらわれちゃうんだよね。はい。うん。で、結局その誰が犯人なんだ。うん。で、途中で犯人はわかるんだけど、さらわれた娘さんはどこ行っちゃったんだとかね。うん。うん、で、やってるんだけど、うん、ぶっちゃけこの話、そのストーリーは、あの、ストーリーの重要なのは、そのトリックではなく、はい。それやってる間、ランちゃんとコナン君の絡みなんですよ。はい。うん、この話って、一番最初ね、探偵事務所にその、コナン君帰ってきて、で、さっきムーンさん言いましたけど、帰ってきて、昼寝しちゃうんだよね、確かね、コナン君が。うん、昼寝して、ラン姉ちゃん帰ってきて、で、コナン君メガネかけたまま寝ちゃって、みたいな感じでメガネを取るんですよ。うん、そうすると、新一なんですよ、顔が。うん、子供の頃のね。子供の頃のね、うん。っていうシーンが入るんですよ。はい、これ、まあ、有名なシーンですけども、うん。で、それがきっかけで、疑い始めるわけですよ。はい、ラン姉ちゃんは。結構だから今までこの子なんかもしかしてみたいな感があったと思うんですよ、うん、3巻とかであったと思うんですけど、まあ難なくスルーしてきたんだけど、今回がっつりラン姉ちゃんは疑うんですよ、疑ってると、うん、だからその事件を捜査してる間ずーっとラン姉ちゃんが疑ってる状態、うん、なんかやけにこう協力的というか、そうだからボロを出させようとするみたいな、うん、で、それにだんだんコナン君も気づいて、はい、やべえな、みたいな。解決した後に、ラン姉ちゃんもう確信をつくわけですよ。はい、もう、だからコナン君に対して、新一って言うんですよ。はい。ね。私たちを騙してきたのね。騙してきたのね。そうでしょ？新一って振り返ってね。そう。言うわけです。コナン君のメガネを取って、バーンって投げるんですよ。はい。これもあの、でっかく見開きで多分書かれてると思うんですけども。はい、やばいと、コナン君も、うん、やばいとなってたところに救世主現るんです、はい、うん、まあ一番最初に振ってましたからね、はい、工藤由紀子登場なんです、由紀子登場、うん、で由紀子さんがね、はい、まあそこはちょっとごまかしてくれ、ピンチを逃れる、ことなきを得てなんだけど、まあそのまま次の話行くんですよ、はい、由紀子さんと、次の事件現場に向かうという、はい、だちょっと繋がってまして、話が、まあだから2回目のランちゃん疑い期ですよね。はあ、はあ、なんとか身バレ回避と。なんとか身バレ回避なんですけど、はい。で、この次の事件っていうのが、まあまたね、ある人物が初登場いたしますね。はい。群馬のゆきこさんの同級生の、はいはい、ご自宅に。はいはい。お邪魔して。まあ遺産相続で。そうですね。うん、まあ、
ミステリーにはありがちな遺産相続をめぐり、はい、事件が起きると、はい、これはね、ちょっと内容もすごい難しいんですけど、はい、ただ最後どんでん返しが来ます。どんでん返しが、ね、うん、これはねなかなかなどんでん返しが来ますんで、うん、非常によくできてました。うん、面白いですよね、この話。そうですね。うん。まさかっていうような、はい、犯人と、その、動機と、っていうのが起きるんで、物語のクオリティはものすごく高いんですけど、うん、私が言いたいのはそこではなく、初登場キャラがいます。はい。山村警部。山村、この時はまだ刑事なんですね。そうなんですよ、刑事なんですよ。ヘッポコ刑事。ヘッポコ刑事。初登場ですね、はい。初登場時からヘッポコですね。はい。はい、山村刑事は、こんなに早くに登場してたんですよ。意外と、そういう感じなんですね。キットよりも早いですからね。そうだね。そうですよ。キット16巻なんで。あ、そうなんだ。そうです。キットより早いです。かなり初期メンバーなんですよ。へー。まあ今後もね、バンバン出てきますけども。はい、で、まあ、この話で、そのさっき大どんでん返しあるって言ったんですけど、はい、その大どんでん返しは、コナン君が推理するんですけど、真相までたどり着いてないんですよ、コナン君。うん。ちょっと推理外してるんですよ。はい。うん。まあ、てことはっていうね、はい。最後もう一人、スペシャルゲストが、スペシャルゲスト、ね。登場するという。うん。うん、まあ、盛りだくさんですね、この話は。盛りだくさんですね。うん。まあ、あの人が出てるんであれば、この人も出るよねっていう方が出てきますので、うん、はい、まあ、読んだことない人はぜひ読んでください。面白いですね、これは。ワクワクします。うん、はい。で、次が奇妙な集まり。奇妙な集まり。冬、雪山と来れば、やっぱ好きよねと。園子ちゃんと、蘭姉ちゃんと、コナン君で、好きに行ってる。これはですね、はい、スキーのそのロッジみたいな、はい、ところで起きる事件で、先生だよね。そうですね。一人が、米原明子先生、はい、ランとその子の元担任。そうなんですよ。うん、ですね。で、その他の人たちも、先生と。うん、ハイド小学校の、それぞれの先生。うん、まあ、先生たちがね、集まって、はい、で、偶然会うんだよね。そうですね。その、スキー場でね。で、一緒にその、ご飯食べようよ、みたいなノリで、はい、そのロッジに連れてってもらうんだけど、はい、まあ、そこで事件が起きるという、うん。うん。で、事件が起きたところで、その14巻は終わるんですけども、ね、この話もですね、うん、結構初期を代表するというか、うん。ムンさんまだ15巻読んでないから、わかんないと思うんですけど、はい、ジーンとくる話です、これ。おー、そうなん、解決編は。まあ、切なさもあり、うん。まあ、主役はランちゃんです、この話。ほう。はい。まあ、15巻読めばわかると思うんですけども、ランちゃん主役の話なんで、結構初期の、ランエピソードですね、これ。はぁ。だからまあ15巻の時にちょっとしっかり話したいんですけど。はい。うん。もうだってこの時点でね、扉をぶち壊す姉ちゃんも、はい。はい。そうなんですよ。なんか YouTube とかでね、蘭姉ちゃんがぶっ壊したもののランキングみたいなのつけてる人がいましたけど、ほんといろんなものぶっ壊してますからね、蘭ちゃんは。なんかあれだよね、僕ゲームをね、ちょこちょこするんで、うん、あれなんですけど、かまいたちの夜の雰囲気に似てる。あー、まあ雪山だし。雪山のペンションで、はい、今夜ここで何かが起こるっていう。はい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 、はい。初期の、一番最初のかまいたちの夜かな。はい、スーパーファミコンですか。はい。はい、あの時の、今夜の12時誰かが死ぬ。死ぬ。うん、うん、はい。あの雰囲気に似てるなと思って、はいはい、結構触りは僕結構好きな方で。あれちゃんとクリアしました？あ、クリアしました。あ、私もしました。あれをクリアして、だからそれもだからコナンから言ってるんですよ、私。ああ、なるほど。コナン好きで、その当時ね、そのミステリーのゲームってことで、買ってやりましたね。うん、まあ当時全くクリアできなくて、大人になってからクリアしましたけど。ちょっと難しいですからね。うん。続編もね、プレステ2のやつも買いましたけど。ああ、2というか。そう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 、はいはい。あれもだからちょっとコナン要素あるよね。そうだね。ちょっと非現実的なものも入ってるじゃないですか。まあまあ、もちろんもちろん。うん、ちゃんとしたミステリーの部分もあり、うん、ちょっとこうファンタジックな部分もありみたいな。 PS2 版やったことあります？あ、あります。あれめちゃくちゃ面白くないですか？コナンから話取れましたけど。あ、全然全然。いや、ミステリーというあれで繋がっていきますけど、はいはい、スーファミ版の話をちょっといじった話になってるじゃないですか。
だからそういうの面白いと思えるってことはやっぱコナンもね、そうですね、ハマれる要素は全然あるはずなんですよね。だからまああと100巻弱ありますけど全然余裕でいけると思いますよ。ああ、はい、本当にでもね、どんどん話が進むにつれて、うん、説明というか、うんうんうん、登場人物のその回想だったり、うんうん、吹き出しの数が比例して大きくなりますから、うんうん、ああ一冊読むのにね、結構体力使いますけど。そうなんですよ、ね、うん。でも本当にボリューミーだからこそ面白いとは思うんで。僕もね、その、一巻ずつレビュー会やってるじゃないですか。はい、ものすごい細かくノートにまとめて、喋、はい、ろうと思えば喋れるんですけど、はい、じゃあそれでいいじゃんってなっちゃうんで、こういうとこ面白えよみたいなレビュー会にしたくて、こんだけのんびり喋ってるんですよ。はいはい、だんだん深くなってくるんで、コナンマジで、はい。この辺から。多分20巻超えたぐらいからね、ちょっと、本当に難しくなってくると思うんでね。ああ、なるほど。まあ、あまりにも難しくなってくると、まあ、私もちょっと、説明は入れていきますけど、はい、まだギリギリ。まだギリギリね。うん。普通に読んでても理解できるかなっていう感じだと思うんで。はい。続きは15巻で。解決編がね。解決編が。これ結構いい話なんで。はい。ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、コミックスのレビュー会。はい。それから映画のレビュー会。はい。あとはコナンに、まつわるいろんな面白い動画を出しておりますので、うん、ぜひ、はい、いろいろと見てください。はい。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。定期的にね、はい、動画上げてますんで、一緒にコナンについて楽しんでいきましょうということで、はい。はい。それでは次回の動画でよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。